ありがとうございました。公演久々のコールで、なんかうわコール懐かしいなっていう気持ちもあったんだけど、それよりそのコールをコールの感覚を忘れすぎちゃってて、あこれだこれだっていう感覚っていうよりかは、なんか新しいものをこう感じてる、体験してるぐらいのもう懐かしさというか、その私たち5期生も言うてね、そんな多分なんて言うんだろうな、脳内パラダイス公演の時とかねは結構聞いてた、聞き覚えのある感じあったけど、なんかまだやっぱこんだけコールしてない期間が長かったから、もうねなんか懐かしいっていうよりかはなんか驚きっていうのが、久々の感覚はもちろんあったんだけど、なんか初めての感じもなんかあったぐらい、ちょっともう忘れかけちゃってたコールを本当に。葵ちゃんさんありがとう。忘れかけてたなって思ったよ。愛知行って言いたかった。生誕祭もっと愛知コール、いや聞かせてくださいね、絶対に聞かせてください。それは MJ さん ありがとう、クマありがとう。ありがとう。親知らず、うわー頑張って、てか腫れるよね、本当に腫れる。メール取ってます、ありがとう、嬉しいです。メール、なぎさんありがとう。カバンに詰め込みました。わお上陸タイ、あ大ちゃんさんありがとう、ナイス。クロちゃんさんありがとう。ゆいなちゃんの五七五鬼笑いました。あの子は今日は頑張ったね、よくできたね。ね、ちゃんと言えるか心配だったんだよね。ね、ゆいな喋ればね全然喋れるんだけどね、本当。無事完走しよう。お疲れ、すごい、めっちゃすごい。可愛い髪型。あカーピンさんありがとう、かわいい髪型にしてもらった、今日アイドルな髪型にしてもらった。どう感想を伝えない困った、伝えてよ。あーお見送り、ああ捻挫してたかったね。大丈夫、本当にファントムさんありがとう、本当に心配しました。春っぽいね、春、嘘、春っぽいとはどこで、
とこが。ハフツ愛知が可愛い。ハフツ。ハフツって言うんや。ゴキちゃんしか勝たん T シャツ着て、行きましん着てきま、おお。いいね。あ、生誕祭はハーフツイン、あ、生誕祭はもう決めてんだよね。ハーフツインじゃないと思う。葵ちゃんさん、あ、ありがとう。クマ、ごめんね、ハーフツインではないと思う。多分やっぱ目撃者公演こうかっこよく見したいなっていう気持ちもあるんで、そう、なんかまあ他の公演の時とか生誕祭以外だったらまあすると思う、全然、うん、また好評なのでメイクさんとかにも。カリスマニート勝利さん、ありがとう。スピーチ長ね、長めんじゃない、長めじゃどんぐらいだろうね、長すぎないようにする、何でも似合うから楽しみにしてる、なるべく可愛く頑張ります。可愛い、可愛いというか、目撃者のねコールが分かんないんだよな、どんな感じなんだろう、想像つかない。つつんさん、ありがとう。前髪切ったんだよね今日、ちょっとだからちょっとパッツン気味ではある、若干。うん、めっちゃ短いわけじゃないけど、うん、なんか切った、揃えた、あ、起点超え目指します、しません、教えていただきます、ありがとう。簡潔にまとめたい、憂鬱なバス、ありがとう。明日は小田さんの生誕祭、生誕祭続きますね。ちょっと自分の生誕祭ちょっとドキドキ、明日はちょっともう小田さんなので、小田さんちょっとなんか様子見しよう様子見しよう、セルフどっちかが寄せたの、いや違うんだよね、たまたまなっちゃってた、同じハーフセ仲良し。伊沢さん、ありがとう。今日いい感じなの、なんかメイク前髪もいいのかな、うん、一回染みって染まるのがわく、染まんないと思う意外と DMM 民の方も多いから、そう、たくさん会ってほしいは言わないよ、もう言わないって、だって関係ないじゃんコールにマサルさん、ありがとうございます。アイチ行くとは思いだったけど、あれそうだよ、あれは成功したことないスピーチで話す内容まだ決まってないですね、まだ決まってない、ちょっと今夜考えようかなと思って、クッションファンデは、あのファンデーションさ買ったけど、やっぱりラネージュのいいな、白く白いですね、浮いてる、浮いてはないか、肌に、ね、合ってるかも色的には。でさ、顔だけ真っ白だとさ、首との色がさ違うとさ浮いて見えんのよ、顔白浮き、うん、してないと思う、多分ね、幼稚園児っぽいってめっちゃ言われる、このパーカーなのかな、このパーカーめっちゃ可愛いんですけど、ファンの方にいただいたやつなんだけど、ディズニーに来た、このパーカーめっちゃ可愛くない、
普通に合うよね、ちょっと合う気がしてる。帽子がでっかいのよ、しかもさ可愛くて可愛くて最高です。手紙誰かがいい、誰でも嬉しいけど、本当そんなことを言ってしまったら。ストッチ、確かに、まあ、あれ水色好きですね。一番使いやすくて好き、やっぱなんかよれない気がする、多分。今日はちょっと幼いかもしんないけど、みんな若い子多かったからまあいっかとか思っちゃってよれてないかもな、多分。よれてない気がする。優秀です、このファンデーションは。多分いい感じ。白川さんありがとう。あ、そう、これはもてんばい3の発売開始中、販売開始中。淡い色似合う？ありがとう。淡い色好き。さえちゃん出演できないからいい、さえちゃんとか。うわー、でもさえちゃん出て欲しかったよ、本当に。私はもう寂しい。いや、でも出て欲しいっていうか、その足が一番大事なので、それもう絶対無理しないで欲しいんだけど、さえちゃんがね、目撃者にいないのよ。もう結構寂しくて嫌だ。結構本気で嫌なんだよね。だってさえちゃん、ビジュアル好きすぎて生きててラッキーって気持ちある。すごい大げさだけど、ありがとう。やっぱりブルベだねって。葵ちゃんさんありがとう。小屋お疲れ、ありがとう。国翔さんありがとう。そう、ああそうそう、パーカー似合うねって。パーカー好きなんだよな。伊沢さんありがとう。舞台のチケットってありがとう。ああ、来てください、絶対。もう本当に咲ちゃんね、怪我出れないの。そうやだよー、目撃者いてほしい。早く、もう早く復活して。楽屋にいてほしい。あ、私もう膝は良くなりました。私はもう病院行って謎の注射を打ったんで謎の注射打って、なんか劇的な回復を遂げた。無事に1位の、あ、本当？うわ、どうだろう。謎の注射を打って、もうね、急によ回復が。リハも乗り越えれたしさ、普通に今日のこの全然いけたしさ。あ、50日、何の注射だったんだかわかんないんだよね。マス、なんだっけ、なんか痛み止めの注射とかじゃないと思うんだけど、私的に。痛み止めの注射だったらね、なんかそう言われる気がするけど、なんかそういうんじゃなかった。ちゃんとなんか説明されたんだよ、ここがどう、
ここにどうちゃらななんちゃらな注射ですみたいななんか言われたんだけど、ああもう打ってください打ってくださいみたいなそれ打ったら良くなると思うんだけどどうするみたいに言われて、あもう打って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 くださいみたいな、もうあんま食い気味に言っちゃったんだよ私も、あ打ってください聞かずに、あんまあもう痛くてもいいからもう早くちょっと良くなりたいから打ってくださいみたいな感じだったから、うーん分かんないんだよね何のあれなの。国翔さんありがとう、あーちゃんの卒行きます、あーちゃん、あー寂しいけど見送ろうみんなで、怪しい注射そう治ったよね、よかったえマジで痛いからね、膝に打つのほんと痛い、一本だけです打ったの、痛いよあれ、えなんか私腕にしか打ったことなかったんだけど、この予防接種とかでしか打ったことなくて、なんかその体にこう打つのは、あひろゆきさんありがとう初めてで、いや大丈夫でしょみたいな、別にそんな痛くないやろって思ってる、膝ってやばい、膝痛いよ、なんかね骨に近いからなのかな、あの骨に近いからなのかすごい痛くて、なんかブワーってなって骨にブワーって刺激というか重みがすっごいきて、すごいずっしりきて痛かったんだよね、そう、うん、本当にちょっと笑っちゃいました。麻酔の注射、麻酔の注射も痛くない、別になんかチクってするじゃん、だからもう一回で終わらせたい気持ち、大丈夫だと思ってるけどな、もういやこれでまた痛くなりだしたらもう怖い、したらまたうちに行ってもうちに打ってもらおうかな、コンサート前に痛くなったらまたうちに行こうかな、何の注射なのか分かんないけど、いやもう大丈夫だと信じてるけど、まあそんな足使わないようにはしてるけどね、公演以外は、でも結構練習しちゃってるからな自主練でも、葵ちゃんさんありがとう、背骨うわ痛そう、自主練もしちゃって足大丈夫か、まあ大丈夫だといいけど、高っぴさんありがとう、今はもう何も大丈夫今んとこ、また痛くなったら病院に行って打ってもらうから、福清さんありがとう、めっちゃ回復力すごかった、あ普通に良きですか、イエーイ、目撃者のコールできんのかな、みんな予習してる、ちゃんと予習済みでしょうか、プロの焦りだカンカンテラも行く、うん、本当にすぐ行くよ、本当あのうちに行ってもらう、うちに行くよ怪我してでも戻ってて、うん本当にね我慢してやってたり、ユイナも腰が痛いって腰が痛いらしくて、ずっとリハの時からコンサートリハの時が痛いって、今日も痛いって言ってた、心配だよおばあちゃんじゃんって、コールした倒れてるとか出る側、もしかして出る側なの、でも私もあんまり分かんないんだよね、どうやって予習すれば、過去の目撃者とか
目撃者とか、あーちゃんと神奈川弁の思い出、神奈川弁、神奈川で、あお仕事、神奈川ずみたいな、もうお仕事一緒にあかりさんと神奈川のお仕事とかしたかったなっていう気持ちはある。一度もできてない気がする、そういう神奈川仕事。あ、そう、映像倉庫とかさ、DD が治る病院を教えてください。 DD はもう治らん、それはもう病気です。 DD 病というもう一種の病ですね。治療できるかな。長地さんありがとうございます。DD ってむ、なんかさ、でもすごいと、なんかめちゃくちゃ DD な人って浮気しそう。偏見だったらごめん、これただの個人的な偏見です。めちゃくちゃ DD な人って浮気症っぽいなっていう。マジ浮気絶対嫌だ。一途な人がいい。不治の病なの。不治の病なんじゃないかな。なんかそういうもんじゃないの。ゆいなちゃん五七五、いや上手だよ。よくできましたね。母さんありがとう、やめてあげて。箱推しはまあいいイメージだね。確かに確かに、いや箱推しだったらさいいんだけど、その DD の人ってさ、なんだろう、なんか花からもう箱推しってもうずっと変わらずいいだったらいいけど、こう最初は私のことを推してたのにどんどんこう増えてってる人とか、やっぱさ DD そして浮気症だよなってちょっと思っちゃうけど、あのでも HKT のこと好きでいてくれてるんならまあいいかなって気持ちではある。2、3人とかだったら全然、なんかたまに12、8人くらいいたりする人もいるし、それはちょっと多すぎるかなみたいな、絶対浮気症やんって思っちゃう。8人10人とかだったらもう箱推ししてほしい。コリラさんありがとう、タさんありがとうございます。あいちゃん一途だよ、私一途だよ。一途だよと、いや浮気とかもう病気でしょ絶対。いやなんかそのごめん、いやもう違う話にだと考えてください。皆さん、さっきアイリが、DD の人はもうそれは病に陥ってるよって言ったけど、もうそれはまあ冗談として、普通の現実的な浮気のことに関してはもう病気ですよね。確実に。SNS 見て DD だって気づいたでしょ。気づくよそりゃ。あおいちゃんさんありがとう、ゆうつながさん、あくまありがとう。DD 何人以上、何人以上だろうな。とにかくたくさんありがとう。16人分のチャー作る。すげえ、それはもうさ、あの拍手いいと思う、ありがとうっていう気持ち。
逆に。別に推しでもないのに作ってくれてる人とかもいるから、そういうの本当ありがとうねって。やばい、めっちゃエンジって言われる今日。エンジじゃないもん。いやーね、ディディーな、むずいな。うーん、ディディー何以上、何なんだろう、その対応によるかな、その応援の熱量。ディディーって多分あのそのディディーじゃないかその判別の仕方、その一人一人にちゃんと向き合って愛情を注いでたらディディーじゃないとは思うんだけどね。しびちゃいさんありがとう、スピードバードさんありがとう。うん、難しい、難しいです、それはね。このリップ結構かわいい。黄色い帽子持ってないわ。全員幸せすれば OK。 うーん、まあ、うん、まあ、うん、難しい問題だ。まあ、確かに寂しい思いさせなければいいと思います。うん、尊重しかです。いやもう、でも他のメンバーの子に行くのも全然いいです。私はあ、お話し会取ったりしてんの。うーん、なんかその分グループにいい影響があるじゃん、他の子にも行ってるのは。え、もちろん私だけしか取っ、いっぱい私だけ、もう愛知に、愛知爆買いしてるっていう方はもうにはめちゃくちゃ感謝しかないけど、もう私も私のことをめっちゃ取ってくれて、なおかつ他にもまあちょこ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 取ってるよっていう人とかは全然怒んない。私もう愛知が一番多ければいい、それが一番嬉しい。他の子を取ってても全然いい。ターさんありがとうございます。そうそうそう、戻ってくればいいっていう、全然いいよって思う。なんかまあ HKT の売り上げにもつながる。現実的な話にするとからいいって思うけど、まあ、そのまま押し変しちゃう可能性はまああるかもしれないけど、そこは信用が高まって DD やめました。だからアイディにも、うん、その分いっぱい来てくれるんだったらそれはあの、うん、一番望ましい形ではあるんですけど、やきもち、やきもちか、やきもちね、他の子のとこに行ってても別にやきもち開かないかな、私のところに来てくれてれば。たくさん、渋谷さんありがとう、国翔さんありがとう。気持ち焼かない、焼かせたい人もいるかもしれないけど、気持ち焼かせようとしてくる人嫌だ。焼かせようとしてくる人嫌だ。爆買いの基準、爆買いの基準か、うん、その人の思い出がいっぱい私の脳に残れば爆買いですね。ダミンさんありがとう。そう、他の人もいろいろ上書きされてっちゃうからね、お話し会とかって、その人の1対1と1対1での思い出は残るんだけど、まあそのまあ順番的に、あ、順番じゃないですか、この人終わってこの人この人だから、そうだから1枚2枚とかだとやっぱね、
どうしてもね、こう、まあ内容とかは忘れないんですけど、いろんな人がいるからいるし、いっぱい撮ってくれてる人がその分やっぱお話しする時間がね、そう、愛知の時間をたくさん、なんか私との2人の時間がね長いってことですから、その分幼稚に見える。もうすごい今日言われるな。そう、こんな髪型もしてるしね。ケイトさんありがとう。ケイト、ケイトさん、クマありがとう。焼きもち焼くよ。あ、まあでもね、どうなんだろう、焼きもち焼かないけど別に。でもなんか他の、そうだな、うん、焼きもちね難しいな。でもその分、その焼きもち焼く前にやっぱ他にも私のこと好きでいる、言ってくれてるファンの方がいるから、私にはそういう方々のことを考えた方がいいじゃない。他に行っちゃってるファンの人のこと考えてる暇あるんだったら、今私のことめっちゃ好きでいてくれてる人のことをさ考えてた方がどちらもいいと思うので、私もその好きでいてくれてるファンの人も、だから気持ちが離れてっちゃってる人のことはあんま考えないかも。にしょうさんありがとう。まさしさんありがとう。たーさんありがとうございます。うん、そう、そういうタイプかもな私。どうだろう、うん、衣装さんありがとう。倒しの人は少ないからいい気持ち少ないのは分かってるんや、分かってるんや。まあでも一押しに なれたらいいなっていう気持ち、いつか。たるさんありがとう。推しは何人いてもいいけど、別に一押しになりたいなっていう願望だけはあるな。ダルさん、国翔さんありがとう。キドッチさんありがとう。ダイちゃんさんありがとう。メンバー同士が仲良くて焼きもち焼くことある。メンバー、焼きもち焼くこと、あるかな。でもあるか、あんのかな。気持ち焼いてるよねいや、まあ冗談入ってる、マジ冗談マジだと。ついていく人もいれば去る人もいる、そんな世界なんやね。そうなんです。
好きでいてくれてる人がいること自体奇跡よ、ありがとうっていう気持ち。今はあっちの時しか見ないよ、絶対約束するから。そんなこと言われちゃったら信じちゃいますよ。人数少ない人がほとんどだからね。まあまあまあそうね。まあでも推しメンこう増やしていく、推し増しやっぱグループのためでもあるなとはちょっと思ったにもしつつ、まあそんなことを言ってれる余裕もないけど別にって感じですね。もうどんどん増やしてみたいな、なんかことはちょっと言えないなっていう気持ちだ。気になっちゃったら仕方ないけど、ヤクさんありがとう。なんか気になっちゃってて、でもなんで行くの、なんでそんなそっちばっかさちょっと気になってないみたいな言われると行きたくなっちゃうんだよね人間多分。だからあえて私はもう好きなように行動しなさいっていう気持ちでいます。ベーコンさんありがとう。私はね、うん、そういう気持ち。縛っちゃったらもうちょっと始まっちゃいます。その余裕があるとかではない、そういう考え方にしたいなっていう私の気持ち。ズッキーさんありがとう。いやなんかその方が愛的にも楽なのかな、分かんないけど。後輩に行くの、後輩に行くのね。まあでも先輩のレーンから来てくれたファンの方もいたりしてね、今があるっていうのもあるしな、みんな私も言えない。ま、魔王さんありがとうございます。話しがい放牧、話しがいタイプか。私は話しがいだけどちゃんとつながってるよっていうね、うん、帰ってくるんだよっていう感じで話しがいですね基本。うん、おたかずできなくなる私お忘れ、ねえー、もうそうだよね、寂しいよマジで。近況報告してね。浮気してるよって一応言われるの嬉しい、嬉しい人いるんでしょ。いやいるん、いるよ、いるいるいる、私のファンの方にもいるんだけど、うん、いるっちゃいるけどね。うん、葵ちゃんさんありがとう。まあそういう人にはそういう対応するけど、基本私ちょっとめんどくさい、めんどくさいなっていうか、でもさ普通にさ考えてよ、浮気してるでしょってか現実でさそんな言うことないじゃないですか、とかそういう状況にしちゃってるの悪くない？浮気してるやろってこう言われるってことは一押しだよ、愛知しか好きじゃないよって普段言ってる人ってことじゃん。もう堂々とこの子も推してますみたいなことを言ってたらそんなことやならん。そうだよね、私めんどくさい人あんまりあれなんだよな。めんどくさい人っていうかなんて言うんだろう、かまってちゃんなの、かまってちゃん系の方ちょっと私ちょっと難しい、そのかまってちゃんっていうかなんていうの、なんかなんていうんだろうな
かしい。私のファンの方にはいないのよ、そういう方全然。だからなんか表せないな、こういう人っていうのはあんま難しいけど。構ってください。あ、そういうのはいいのよ別に。あのそういうこそういうんじゃなくて、なんて言うんだろうな、構ってちゃん、構ってちゃんタイプ。いや、構ってちゃんタイプの人ってね、すぐいなくなっちゃうから。そう、いや、そうそう、だから私のファンの方には少ないと思いますけど。構ってちゃんね、むずいな、どういう人なんだろう、具体的なあれを出せないわ。ワンコ的ファン。ファンコちゃん、ファンコちゃん。ワンコとファン混ざって、ファンコちゃんね、ファンコちゃん的な人いるよね。いるよ、いるいる、ファンコちゃんいる、おたくさんの中でいるよね。でもいや難しい、私ファンコちゃんはね、なんか私ね、うまくね、こう飼うことができないんだよな、難しい。なんかそういうのをさ、うまくさ、なんか扱える人ってすごいわって思うんだけど。初期の頃に多いよね、でも多いんだよね。だよね。ファンコちゃん止まらないように最近タワーでしょしょ。思わんけどね別に。ファンコちゃんっていうのはなんだろうな、女の子ってそういう子が多いんじゃない、私が言うのもだけど。いやー、そう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 、そうね、そうだね、女の子多いね、ほんと女の子多いね。いや、なんか行動で示してほしいって思っちゃうよ私は。わかります、そういう方って口だけなのよ、好きとかじゃなくて、行動で示してちょうだいっていう、なんか、なんて言うんだろう、そう、会いに来る、もう会いに来るとか、 SNS もそうだし、まあそういうなんか、なんていうの、私のために行動する時間を増やしてくれたらファンコちゃんにならないけど、もう手当たり次第行ってる感じがある人とかね。すぐいなくなりそうって言われました。いえ、言ったその。嘘。あ、お仕事頑張って。あおいちゃんさん、ありがとう。にゃんこ的ファン。にゃんこ的ファンも、にゃんこ的、にゃんこってだな、にゃんこ的ファン。あー、にゃんこか、にゃんこってどういう感じや。一回離れてまた来るってことか。あおいちゃんさん、ありがとう。終わりそうなくらい話。あー、結局帰ってくるってこと。ツイッターとかしか好きって書いてない人みたいな。いや別にね、その人それぞれ応援の形があるから、 SNS でこう応援してます、会いには行けないけど応援してるっていう方もいるから、そういうのは全然もちろん嬉しいんですけど。トハタンさん、ありがとう。お願いされたら帰ってくる的な。にゃんこ的ファンはいるっちゃいるか。でも、うちは表裏名前違うのダメ？いや、ダメじゃないですよ。もう慣れてます。慣れました。そういうのは。でもそういう人ばかりですから。愛知意外とあっさりしてるから、逆にクソ重たい対応されたらめっちゃ喜ぶ。あ、
なんかやだなんかやだなんかそのなんかやだななんかやだってか、まあ、そうですね、あっさりしてると見せかけて一人一人にはこう一人一人にはっていうかその私のこと大切に思ってくれてる人に対してやっぱこちらとしてもその気持ちはこう重ためというかなんて言うんだろう一人一人のに対する気持ちみたいなのはあのやっぱ強いですよ。だからなん私さこうチームとかになったらさそのチームメイトとかさめっちゃさ、うん、なんかチームとか、まあ、まあクラスとかもそうだしなんかこう仲間になると本当にその一人一人に対してこう結構熱量高めになるタイプなので全然興味ない人とかにも全くなんですけど、そうだからその大切な人たち に対してはあっさりじゃない。メンバーで言うと誰メンバーメンバーこの星が気になる。うーんこの子めっちゃモテそうって言って女友達にしたらモテそう。いやモテないよ全くだよ。総選挙、うん、2年ぶり公演に、あ、そうか。ありがとう。チームエイチって愛知から見てどんな感じ？どんな感じ？どんな感じ？難しいな。でもなんか。なんだろう思いやりのあるメンバーが集まっておりますね。ケイトさん、あ、ありがとう。また思いやりがあるメンバーが集まってる気がしますね。というかなんだろう星なんだろう面倒いとか波乗り大地です。ああありがとう。クマトリプルクマムードメーカーって誰？ムードメーカー？誰だろう？ムードメーカーね。ムードメーカーみんな仲良し。葵ちゃんさんありがとう。半球たれた。ありがとう。本当にみんな予定合わせて来てくれる方多いよね。やっぱ生誕ってね。本当に。不審になっちゃう。めんどいメンバー。いやいや、めんどい。メンバーに対しては思わないけどね、私。なんか、メンバーは同性だからね。同性というか関係性がねちょっと違うからね。なんないよ。そう違くない。オタクのファンの方とメンバーは違うね。ファンの方そういうなんかワンコ系ファンコちゃんタイプはあの見返りが
欲しいみたいな人とか、そうそうそう、これがこれなんていうの、俺がこうしてって言って、うん、なんかそれしてくんないと怒っちゃう人とか、そういうなんか見返りみたいな、指針欲しいみたいな、そういうのがファンコちゃんの気がするけど、そういうのがちょっとあんまり私はなって言われだけど、メンバーとかないじゃんそういうのないから、いないよ全然そういうメンバー。おたには思って、じゃあファンの方はさ、そういう見返りがさ、なんかちょっとプラスされちゃうじゃん、立場が違うから、その推しメンと応援してくれてるファンの方って言われだから、もうその見返り、見返りがね、ちょっとさ、あの私もさ答えられなかったらちょっとさ、でもなんか、あごめんみたいな、その見返りさ求めるのに、そのなんていうの、答えないと好きになってもらえないんだってこう頑張ん、その変な頑張り方しちゃったらちょっと私的にきつくなっちゃうかなって、私はもう初期の段階で思ってきた。葵ちゃんさんありがとう。メンバーだから、メンバーはでも普通にさ、まあ愛情は重ための方が、だから私は好きというかありがたいよ。私はそう、基本私からなんて言うんだろう、私からというか愛情は深いの嫌いそうだねって言われたりするんだよね、私。でもそのあっさりしてるからなのか、そのあんま束縛とかしないタイプだからこそ、重いのあんま好きじゃないみたいな、なんかちょっと言われたりするんですけど、そんなこともない大切にしてくれてる方からはやっぱその尽くしてくれる人が好きって、そう尽くされたい気はあるから、なんかすごいいいというか、あれだね、あのめんどくさい人ですね私めんどくさいタイプかもしんないけど、やっぱ尽くされて嫌な人いないんですよ、うん、嫌な人いない、ほんと私のためを思って行動してくれるだけ、してくれればしてくれるほど私は嬉しい、嫌にならない。くしゃみ続きすぎてやっとごめん心配だな、村が発展してもらう、ありがとう、そういう気持ちありがたい。葵ちゃんさんありがとう。あ僕も毎日頑張る、ありがとう、もうお互い様だよ、元気もらえてるのね、ありがとう、優しいよ。葵ちゃんさんありがとう、今日面白かった、ありがとう、あ無事着いた、ありがとうございました。 Y の思いと体重は重いです、なんちゃってじゃないのよなんちゃってじゃないのよ、うん、ブリブリしてないの本当面白い、してないんだけど、そのいや、うん、そうね、愛情大事、納税大事これ裏のやつだから知る人ぞ知るキャッチフレーズ、愛知の第二のキャッチフレーズは何っていう問題が出た時、これが答えファンの方しか知れ、もうファンの方でもの中でもショールームでしか言ってないので、ショールームを見てくれてる人しか知らないキャッチフレーズだよこれは。第二の
裏キャッチフレーズ、暗号というか、ね、愛情第一、納税第一、なんかこう合言葉みたいなこれを答えれないとあのこれより先の扉が開きませんみたいな。第二のキャッチフレーズは何って聞かれた時の答え。葵ちゃんさんありがとう、ハート。愛知のこと考えてる自分が幸せなんじゃないか。いや最高だよそんな、幸せ者だよ私は。そんなに思ってくれてる人がねいるのは本当に幸せです。愛知がいなかったら HKT 好きになってた。あーうーんよかった、 HKT のこと知ってもらえてね、ほんとみーちゃんと呼べて呼び残りさせられてたメンバー いなかったいやいやいやいないよ。愛知犬沼、愛知犬沼伝われ、まんじつけるな愛知犬沼の暗号です。暗号、秘密の暗号ね秘密の暗号だよこれ。私のこと好きな人しか知らない暗号ね、私たちだけの秘密ね。他のファンの方、愛理のことあんまその好きじゃない方とかファンじゃない方とかは何それって言われると思う何やそれってなる。そうですよ、愛情第一、納税第一。あ、え、もう11時過ぎてた。終わろう。そろそろ終わろう。明日、お仕事をしてから、公演なので。そう、もうそろそろ終わろうかな。仕事減らす決断ができました。ちょっと、お仕事頑張ってよ。でも、お仕事を頑張って、しっかり私をそうね両立させるんだよ。福清さんお疲れありがとう。深くて聞き応えあった、よかった。小田さん生誕、小田さんの写真がねめっちゃあんのよ本当に。先輩の中で小田さんと一番撮ってるもん私、確実に小田さんの写真ばっかり、通称本当に。しべちゃりさんありがとう。チロシさん好きありがとう。本当にだから明日楽しみです、とてもね。頑張りたいと思います、心を覚えます。そうね、みんなアイディの生誕祭も、その次はアイディの生誕祭なのでよろしくね。いい時間だった。明日も頑張って、頑張るよ。みんなね、頑張ろうね。今日日曜日だったのでまた明日が1週間なんで頑張りましょう。みさおさんありがとう。見つぎたくなそうか、よし、じゃあランキング見ます。13位キドッチさん、12位イサオさん、11位フクピグさん、10位タータンさん、9位ヘルシアさん、8位クロちゃんさん、7位 MJ さん、6位ユーツのバラさん、5位ターさん、4位ケイトさん、3位クニショウさん、2位ナミノリタイちゃんさん、1位アオイちゃんさんです。わーい、ありがとう。ありがとう、みんなさんおやすみ。
遅い時間までありがとうございました。おやすみなさい。またね。明日ね、頑張ります。おやすみ。